マーケティングとは一体何でしょうかそれは商品企画のことでしょうかそれとも広報のことでしょうかはたまた反則活動でしょうか実はこれすべてマーケティングの一部です。じゃあマーケティングって一体何なんだということなんですが、改めてマーケティングの定義を見てみたいと思います。 ここにあるのは経営学者フィリップ・コトラーによるマーケティングの定義です。どのような価値を提供すればターゲット市場のニーズを満たせるかを探り、その価値を生み出し、顧客に届け、そこから利益を上げることです。なるほどと。確かに分かったような気もするが、ちょっと小難しいなというあなたのために。 私が簡単に噛み砕いてみました。マーケティングとは、顧客ニーズを満たす価値に基づいて、商品サービスを提供し、その対価を得ることです。このように定義すれば、マーケティングというものがシンプルに皆さんご理解いただけるのではないかなと思います。ここで改めてマーケティングの変遷を振り返ると、皆さんの理解がしやすくなると思います。 実は、高度経済成長時代に代表されるように、市場がどん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 拡大していく時代というのは、プロダクトアウトという考え方でした。これは、要は成長しているので、皆さんがいろんなものはまだ持ってないと。なので、ざっくりとしたニーズにおいても、企業が商品を作ってどん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 売っていけば、皆さんがそれを欲しいと言って買ってくださる時代だったんですね。ですから、 大量生産、大量消費ということで、どん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 テレビ CM を売ったり、こういったやり方が主流な時代が、プロダクトアウトの時代でした。しかし、市場が成熟してきました。そうすると、皆さんの好みも多様化していきます。すなわち、ニーズの細分化、多様化という時代に入りました。ですので、 市場、すなわちお客様の声に耳を傾けて、そのニーズが一体何なのかということを探り、そのニーズに合うように商品、サービスを作っていこうと。これがマーケットインという考え方になるわけですね。まさに現代のマーケティングはここからスタートしています。そしてさらに時代が先に進みまして、今では IoT、そして社会イノベーションの時代です。 これはソーシャルイノベーションという言葉に代表される通りなんですが、まあ、様々なものがインターネットにつながって、いろんな情報を組み上げることができますね。そしてその情報に基づいて、また新しい商品やサービスが生まれる。ですから、デジタルマーケティングとか、データドリブンマーケティングという言葉も出てきましたが、まあ、いろんな情報を活用して、新たな価値を生み出していくと、まあ、こういうフェーズになっているわけですね。 したがって、今、私たちが意識するべきマーケティングの方向性というのは、このマーケットイン、さらにはその先にあるソーシャルイノベーションと、この部分を意識すると、なぜお客様のニーズに合う価値を作って、商品サービスを届けていくのか、ということが理解いただけるのではないかなというふうに思います。